ジョン・デール・ハマーは、アメリカ合衆国コロラド州フォート・コリンズ出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2016年の MLB ドラフト24巡目で、コロラド・ロッキーズから指名を受け、その後契約した。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級グランド・ジャンクション、ロッキーズで、プロデビュー。27試合に登板して0勝2敗。 防御率3.92、52奪三振を記録した。2017年は A 級ランカスタージェットホークスとアッシュビルツーリスツでプレーした。2017年7月26日にパッとネシェックとのトレードでアレハンドロレケーナ、ホセ・ゴメスと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。移籍後は参カの A 級クリアウォータースレッシャーズへ配属され、 移籍前を含めた3球団合計で48試合に登板して6勝2敗13セーブ、防御率1.87、85奪三振を記録した。2018年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズと、前年も在籍した A 級クリアウォーターでプレーした。肘を痛めたことにより、シーズン全体で12試合の登板に止まった。2019年は、 AQ レディングファイティンフィルズとトリプル AQ リーハイバレーアイアンピックスでプレーした後5月25日にメジャー昇格。翌26日にミラーパークで行われたミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューした。メジャー1年目のシーズンは20試合に登板して1勝0敗防御率3.7913奪三振を記録した。2020年2月5日にディフェとなり、 11日にマイナー契約となった。シーズンでは新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されずメジャーにも昇格しなかったため公式戦の登板はなかった。2021年は5月のマイナーリーグ開幕からトリプル A 級リーハイバレーでプレーし7月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 最速96マイルパーアワーのフォーシームとスライダー、チェンジアップを投げる。大学時代やプロ1年目の2016年は請球に苦しんでいたが、これはマウンドから保守の姿がはっきりと見えないほどの視力の悪さが原因であり、2017年からはメガネをかけてプレーしている。ありがとうございます。